はい、どうも、ちゃん。金子でございます。ということで、今日なんですけども、またもや、変な魚おじさんの方から連絡がございまして、めちゃくちゃ珍しい魚が入ったから取りに来いと。なんせね、1年に1回ぐらいしか上がらない魚みたいな感じで、ちょっとテンション上がってます。じゃあ早速中に入っていきましょう。お茶でも買ってってあげよう。はい。おい、おいっす。おいっす。ありがとう。めちゃくちゃ珍しい魚。珍しい。幻。ね、なんか1年に1回くらいしか見んって言ったもんね。1年に1回だね。ね、去年は俺見んかったよ。ちなみに俺も食べたことがねえんだ。ほんと？この種類は3種類食べた。うん、またマニアックな話だ。そういう。これは食べたことねえんだって。はい。何これ。これね。てかなんかハゲハゲだけどこれ。じゃあこうね、ハゲちゃうの、あの、なんていうの、ハゲちゃうの。これで鮮度いいんだよ。あ、本当だ、鮮度良さそうだ。鮮度いいんだ、これもエラもこれ。あ、本当だ、エラも。で、これ細いじゃん、ね、なんか細いじゃん。うん。分かる。細いけど、油めっちゃある。はぁ、なんかあれみたい、黒シビカマスみたい。お、あんたええとこつくね。ああ。お魚クイズなんだ、ええとこつくじゃねえ、あんた。本当に似たような感じ。似たような感じ。なんかほとんど半分バレてるもんだ、あんた。意外に、あ、太いな。すごい油だよ。すごいな、これめっちゃうまいらしいもん。へぇ、バリバリだね。こういう高級料理屋さん、うん、使うとこもあって、うん、そういうとこだとキロ4000円ぐらいする。キロ4000円もするの、これ。で、まとまって取れないでしょ。取れんね、うん、で、なんかこれ骨の入り方が特殊がいっとったよ。そうそう、これね、この皮触ってみ、こっちなんだ。そうだ、ね、あ、硬っ、何これ、うん、これが骨。骨が皮上にあるんだ。そう、皮のちょっと上にある。あー、なるほどね。だってね、考えて考えて作ってください。考えて難しいね、うん、宿題だ。宿題ですか。まあ、ありがとうございます。はい、じゃあね、また持ってくよ。バイバイ。ただいま、ということで本日の食材がこちら、黒たちカマスっていうことでね。それではこちらをさばいていく。ありがとうございまして、本日の食材がこちら、黒たちカマスっていうことでね、またまた珍しいお魚が入りました。僕の方の地域ではこの魚全然上がらないらしくて、ものすごい珍しいらしい。味はとってもいいから高値で売買されてるらしい。これ一匹でね、2000円ぐらいするみたいですね。これ僕顔見た時ね、黒シビカマスみたいだなと思って。で、黒シビカマスが別名炭焼きって言うんですよ。でね、この今日もらった黒たちカマス、これね、長炭っていうらしい。黒シビカマスの親戚みたいな感じなんでしょうね。それで変な魚おじさんも言ってたんですけど、ここ川肌にね、骨があるんですよ。ババ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 って。だからこれをどう調理するか。で、この魚お刺身がとっても美味しいみたいなので、まあ、今日はこちらの黒たちカマスを使って昆布締めを作っていきたいなと思います。じゃあまずこちらを3枚におろしていきます。断面はこんな感じ。すごい。ここにね、本当に骨だらけ。でも真ん中はね、骨全く入ってないですね。ここら辺は。で、匂いはね、サンマみたいな匂いがする。で、お腹を割っていきます。うわ。だいぶお腹溶けちゃってるな。はい、そうしましたら、このように頭と内臓が取れました。そしたら3枚におろしていきます。まあ、容量はね、太刀魚をおろすような感じで、大名おろしでいきたいと思います。こんな感じで。あー、すごい、おろしやすいな。わー、すごい、美味しそうな身してる。油の乗ってる身だ。で、こっち側も同じ要領でおろしていきます。はい、そしたらこのように3枚におろせました。そしたら腹骨をすいていきます。ちょっとね、腹骨が溶けちゃってたんで大きめに落としますね、今回。はい、こんな感じですね。はい、そうしましたら皮を引いていきます。あんまり皮ギリギリを攻めると骨がついてきちゃうんで、結構浮かして、ん、ちょっと待って、難しいな、これ。え、これ難しい。こういう風に引くと、どうしても骨が引っかかっちゃいますね。なんで、こういう風に V の字に入れていきましょうか。で、こっち側からも、骨の上から V カット。で、徐々に剥がしていくイメージ。え、難しいぜ、これ。なんだこれ。骨がどうしても当たっちゃいます。
やべえ、めっちゃ失敗した。ちょっと待て、ちょっと待て。まずいぞ。考えないと。骨がこういう風に入ってるから、スプーンとかでかけないかな。こういうので、あ、いい感じ、いい感じ。もうね、この魚はどうしてもこういう細長い身になっちゃいますね。なぜならここがね、絶対にこう骨が引っかかっちゃう。結構失敗しちゃった。はい、このように皮が引けました。そしたらこれを昆布締めしていきます。昆布を水につけます。で、昆布はね、完全にふやかすんじゃなくて、ちょっとね、乾燥が残ったぐらいの感じがいいかなと思います。で、水気をしっかりと取ります。まあ僕はね、板前さんでも何でもないんでね、自己流で作ってますけど、まあ昆布締めはほんといろんな作り方がありますんで、いろいろ調べてみても面白いかもしれないですね。で、昆布の上にちょこっとね、お塩を振ります。で、そこに先ほどの長立ちカマスを置いていきます。で、この時にね、魚と魚がくっつかないように置いていきましょう。にしても上手に皮引けなかったなぁ。難しい、この魚。多分歴代で一番皮引きが難しい魚ですね。はい、こんな感じですね。そしたらこの上からも軽くパッ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 と塩をかけていきます。で、そこの上からさらに昆布をプレス。こんな感じですね。そうしましたらラップにくるんでいきます。で、空気をしっかり抜いて、これで冷蔵庫で2時間ほど寝かします。はい、ということで1日経過しました。さあ、どのような感じになっているでしょうか。はい、じゃあ開けていきますよ。オープン。はい、このような感じに仕上がっております。いい感じじゃないでしょうか。これを包丁でこそぎ取っていきます。いい感じに飴色になってますね。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。今日はこういう感じにスマートに収めてみました。まあ皮引くときはね、ちょっとボロボロになっちゃったんですけど、まあこうしてみるとちゃんと見えますね。はい、ではでは、今日はね、すだちも切ってありますんで、すだちでいただきたいなと思いますよ。塩はもうだいぶ使ってるんで、もうすだちのみでこれでいただきたいなと思います。じゃあここら辺をいただきます。うまいな。身は本当に柔らかくて、ほんと繊細な脂が乗ってる。こう、脂してない。まあ、でもこれはね、やっぱ醤油で食べた方が美味しいかな。醤油に、ちょっとつけて、ほら、脂がパーって出るでしょう。今日白米も用意したんで、白米と一緒に、いただきます。うん。うまいな。白米との相性抜群ね。いや、僕醤油で食べた方が好きかな。はい、ということで今日はこちらの黒立ちカマスときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、キヨのやつ。冷凍庫で冷やしてたからもうキンキン、めちゃくちゃ冷たい。うぅ、はい、こちら、めちゃめちゃミスっちゃったな。9-1です。いただきます。うめぇ。昆布がうまいよな。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は変な魚おじさんからいただいた黒立ちカマスっていう、ちょっとね、珍しい魚を昆布締めで食べていましたけども、味は美味しかった。けどやっぱね、あの手のタイプの魚は食べ慣れてないせいか、普通のマダイとかヒラメの昆布締めの方が僕は好きでした。それにしてもあの皮が引きにくかったっすね。どうやって引くんだろう、あれ。黒立ちカマスの皮引きめちゃめちゃ得意ですっていう方いたら、ちょっとコメント欄で引き方教えてください。お願いします。
10月はちょっとこういうね深海魚とかこういう変わった魚シリーズ多めでやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ということで今日はご視聴ありがとうございました。